さあ皆さんこんにちは、名古屋のジェモンです。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。2023年6月中旬、トライアスあり、まだやっとらん、食べに行ったことないな。結構ね、日差しが夏になってきました。今日は快晴、珍しいね、久々だ。ぶっ飛ばしそうな。今日は快晴でございます。気温はね、これまあ30度いくわな。今日今はまだ27、8ぐらい、ほぼ30か、ちょっと測ってないとわからんけど、いい天気です。最近ですね、他の動画見とったのはいろんなことやってます。いつもいろんなことやってるけどね、割と好奇心の塊みたいなところがあって、未だに変わらないので、今も新しいこといろいろやっております。随時ご報告をしていきたいなと思っておりますが、別の動画の中でね、それを語っとったけど話が中途半端に終わっとったなかいつまんで話すと、足元の状況で言うとダイエットをしております。はい、結構効果出ました、結果出ました、出てます、はい、またね、その手法をどういう風にして痩せたのか、地味に短期間で結構落ちるもんだよねっていう、そんな感じですね。またそのノウハウではないですが、私がどうやったら体重を落とせたかっていうのを、またね、それだけで一本動画作らないかなと思ってます。私がやってこうなったっていうだけで、皆さんがやってどうなるかはそんな保証はないですけど、単純に私がやって効果が出たことだけはご報告しようかなと思ってますので、またお楽しみに。さあ、また朝から走り回っておりますけど、結構暑くなってきたね。東島ゴルフ場、今日もゴルファーたちがたくさん練習してますね。昔からおるよね、人が。今日パッと見てるぐらいおる。結構昔はね、ネットの高さがそんなに高くなかったんで、球が上からね、落ちてきたことありますよ。自分の目の前にスコーンと。怖かった。穴当たったら死にかねえよね。今日はね、パッと見て半分ぐらいかな、6割ぐらいか埋まっとる。さあ、ちょっと初夏の装いになってまいりました。木々の緑も非常に鮮やか。まだ早いか、カブトムシ出てくるには。もうちょいだね。まだやっぱり本当に暑くならないと彼らもね、動き出さないんで。今日は東山どうかな、混んどるかな。もう山中入ってったなって話たち。ここから入ってくると結構長いよ、頂上まで。ここからは、ここから長いよ。あ、今入るようになってる。あ、歩けるようになっとるね。だいたいこの辺の山中全部歩きましたけど、夜入ってても、ね、別にそう怖ないよね。怖いのはヘビとかイノシシとか、イノシシ見たことないけどね、俺なんか俺なんか知らんけど、そういうのが出てくると怖いよね。子供の頃山の中歩いとって、変なおっさんが山の中歩いとったのは目撃したことあるけど。さあ、今日はもうえらいガラガラです。ガラガラヘビどうだ、5割6割ぐらいが埋まっとるのはガラガラです。これいくらすんの、800円。まあそんなもんか。気がついたらさ、名古屋市も地下鉄の駅周辺、自転車置き場の料金取るようになってね、もう今当たり前になっちゃったけど、かつてはそんなもんなかった。かつては無料でしたんで、気がついたら何でもお金を取られとる時代になって、ほら、市でもね、下げてまうのは困るわな。もう努力しとんのかいってね、コストを下げて努力しとんのかいって言いたくなるよね。徴収する方は楽でいいけど、取られる方がたまったもんじゃないでね。今日はスキー場の東山動物園だけ撮ります。さあ、今日は爽やかな週末。今日はね、動物園でもちょっと日差しが暑いかな。日傘が欲しいとこですね。まあ今時男性でも日傘、あ、今も左手差しとる人おるね。まあでも確かに直射日光を避けるだけでも随分涼しいよね。逆に言うと帽子だと頭は蒸れるでしょう。暑いよね、結構。そう思えば日傘の方が、帽子をかぶらずに日傘の方がいいのかもしれないです。まあ私は差したことないですけど。さあ、今日も相変わらずびっしり車が止まっております。まあ駐車禁止ではないので、道交法を見て、この休日、ちょっと今これね、道路標識で取らんでいかんけど、休日、土日休日を除くって書いてあったんで、休日ってどのことっていうね。休日なんていうもんは基本ないですからね。あの祝日法はあるけど、休日何って、施工規則かなんだったかな、通達じゃない、なんかにね記載があった。結局休日は土日と祝日だった。じゃあ休日はね、祝日だったかな、そこで示しとるのは。そんな風でした。まあ私もなんだかんだ、あの法律に携わることが多いので、仕事からすぐね、根拠法を調べないと落ち着かない人間なので、いろいろ調べております。根拠知らんとね、ズバッと物言えんでしょう。いざこう法律的な問題になった時に、根拠は何って、ないのに言うなよって話になる世界になるんでね、どうしてもこうリーガル系の話っていうのは。ああ、だから根拠はこれですって言ったら、もうそれでもううもそもないよね。話が長引かないからね、根拠は大事です、めちゃくちゃ。で、まあ私はあの法学部出身ね、アホの方の法学部ですけど、ね、法学部出身と言って偉そうに言えるほど勉強はしておりませんでした。むしろ全くしてませんでした。はい、あ、青葉図ゴールか、どうだ、掃除取る人だけか。
今年は、あ、おるか、違うな、清掃の人だ。今年来とらんね、やっぱりカメラマンが一切おらん。カメラマン全然おらへんで。さあ、気持ちのいい東山公園抜けております。違う、東山公園の西側抜けております。私もですね、今大変健康に留意をしておりまして、はい、ダイエットに勤しんでおります。明石とですね、私マックス体重何キロあったかっていうと103キロまで来ました。はい、103キロ、とんでもないでしょ。常人からしたら103キロってどんだけね、百貫なんとかじゃねえかみたいなねって言われそうなぐらい、割とね行きましたよ。足はね、やっぱ自転車乗っとることもあるし、昔からまあもろもろ運動してるので結構未だに筋肉がついておりますので、やっぱ足が重たいだろうなという、だから全部が脂肪ってわけではないですけど、上半身がね今一つ私は筋肉がつきにくいので下半身ばっかりついちゃう、だから重たいっていうのはありますね。それでね、そうマックスね103キロまで行きました。はい、今はそれよりもまあ10キロ以上は減りました。はい、ここ最近、まあ、103いったのは、まあ、ちょっと前の話ですけどね、ここ最近は98、9ぐらいでしたけど、今ぶっちゃけもう92キロ台まで来ました。6キロ7キロぐらい落としたかな、この1ヶ月ぐらいで。はい、落ちますよ。はい、やれば落ちるなっていうのが分かりました。あ、手法が見えた。あ、これやると落ちるな間違いなくって、で安定するなっていうね、まあ、またその手法はね皆様にお伝えします。もうちょい行ったらね80キロ切ったぐらいでやろうな、それね。まあまだいいか、まだ多い。はい、でももうね顔つきも変わりましたしね、お腹周りもねすごいスッキリしてきた。自分でもわかる、それはね。人に会ってもあれってなんか痩せましたみたいなね、結構気づいてもらえるぐらいになったんで嬉しいですね。まあ見た目ももちろんですけど、やっぱり健康的にやっぱり脂肪が多い状態は全然良くないので血管系のね問題も出てきますし、血管系の問題って言ったらね、脳一血とかね、心筋梗塞とかね、心不全、まあ、ありとあらゆるものの原因になるので、脂肪原因、うん、絶対これは阻止しないかん、まあ、あとは糖尿病ですね、太ってると空腹時系統が高くなるの絶対いかんので、だから一年放棄しました、私は。まあ脳一血系もそれは怖いけど、まあなんていうの糖尿の方ですよね。なかなかいろいろこう苦しみながら生きていかないといけないっていうのも辛いから、糖尿だけはなっちゃいかんなと思って、完全な一年放棄ですね。というダイエットの話はそこそこにして、まあ、もうなく本山交差点に近づいてまいりました。2023年令和5年の本山の風景、こんな風です。服部本山ビルがあるのはいいよね、未だに昭和。はい、今は平成じゃない、令和です。さあ本山界隈西方面に向けて走っております。今からどこに向かうかというと千草公園です。千草公園、今年はね出遅れた、忘れとった、正直言うと千草公園行かないかんかったけど、6月入ったらね毎年欠かさず行っておりました。今年も向かっております。